日のみそのチャンネルは野上の食パンをみその助が朝食に丸ごと食べてみたでございます。こちらは別に野上の社長からお願いをされたわけでもなく、勝手にいつもお世話になっているので YouTube でやらせていただいております。の助が注文してくれている様子は概要欄に URL を貼っておくので、限定公開してある動画をチェックしていただければすごく簡単に頼めるよっていうのと、丁寧に対応してくださるのでぜひご覧ください。野上の詳細も概要欄に掲載しておきますので、ぜひこれを機に皆様にも食べてみてほしいです。もうめちゃくちゃ美味しいんで嘘がつけないので、やらせ盛るつる一切みそのチャンネルはございませんので、ご安心をご心配なく。いただきました。営業ありがとうございます。パンオブザイヤー2016食パン部門金賞に選ばれました。おめでとうございます。日本の美味しい食パン名品10本に選ばれました。すごいな。なんでこの野上って名前か俺分かったんだよね。でも聞いたの？社長に確認したい、うん、これ当たってたらまずすごいと思う。野上さんの坂って、うん、土辺の坂じゃなくって大阪の坂の、うんうんうん、小里辺が美しいで、坂上なの多分。土辺じゃなくて小里辺の方だよっていう意味で野にして、この動画が完成したら送って感想聞いてみましょう。ジャム付きセットYouTuber さんがよくやるやつ。イエーイ、いちごジャム。はい、一番大好きで、リンゴジャムです。あー、リンゴジャム小学校の時以来や。ブルーベリージャムです。え、食べたことない。これ俺入院中食べた。どうやった？美味しかった。松田の実家もすごく喜ばれますもんね。美味しくて。ハマっております。好きなように食べて。 YouTube でも食べてみたやってる人多くて、そのまま言ってる人もいるし、みんな手づかみでこうちぎって食べてるよ。わかるけど、焼いてる人もいるし、焼きたい。そのまま食べてるところも見したい。この皮が結構美味しいわけ。めっちゃいい匂いだね。うん、やば。あ、皮をいくタイプね。何もつけず？野上だから生で食べれちゃうけど、今日はのすけから食べてって、うん、のすけがお腹いっぱいになったらみそのにバトンタッチしたいと思います、うん、のすけにリクエストされたものみそのが作っていきたいと思いますので、今日は1食目ですね。これが夕方の5時に起きて6時から始めております。その理由は、昨日明るくなるまでみその YouTube の撮影と編集、のすけもサムネを作ってくれてたので、俺はゲームやった。ずっとえ明るくなるまでゲームやった。先に切っちゃうタイプね。うちやったら結構細く切ったり太く切ったりするけど、ノンは均等に自分の好みの太さに切ってる感じね。これでも超厚切りだよ。喫茶店とかでもあるよね、厚切りトースト。どっち入った？パンあんま食べない。あ、そうやな、ご飯早いもんな。うん、野上ぐらいか。じゃあそうそう、自分で並んで買って食べるの。タムケンさんのね、淡路島行くとね、坂上さんがお土産でいっぱいくれるの。一家に一個って言われてるのに、うちらは味噌のちょっとスケッコずつ持って帰れねんな。で、一応高田組ファミリーに譲ると。でもさ、すぐなくなるよね。だってそれさ、9枚か。まずは、はい、トーストはトーストで焼く、ベーコンはベーコンで焼く、うん、今日は別に大食いでも早食いでもなく、やっぱ美味しくいただく。結果大食いだったっていう。1枚はバターを敷いて食べちゃう。これにもついでにちょっと塗って、なんか朝ごはんっぽくていいね。あうまい。うわ、バランサクサク。卵は、え、目玉焼き。うん、オッケー。で、目玉はよく焼き。あ、レア。レア。あんまりよく焼かなければ別に。うまい。うまそう、めっちゃいいにゃ。おんち、ひっくり返すやつ残っちゃったな。うん、まいよね。生マヨ、シュガーバター。あ、シュガーバターはいいかもね。ホイップ、ガーリックトースト。せや、それはし、あの明太フランス風がやっぱりいいかも。ガチ、違った。いやいや、なに目玉焼きが別になってる。あ、乗っけちゃうとよかったってこと。そうそう、かけるね。絶対うまいよこれ。うん、それってさ、塗ってから焼くタイプかな。焼いてから塗っても大丈夫なやつ。うん、え、そう、塗って焼くだけって書いたんで。うまいけど、うん、もう結構お腹いっぱいなかった。あら、はぁ、最高。でもちょっと待って、これ多分食えないから、うん、ちょっと一回終わり、その最後の1枚食べるけど。2枚あるで。お腹いっぱい。あ、でもバジル香るピザソースにチーズ。ノンはじゃあ意外とパンだと弱いんやな。冷めちゃうの。そうなんだよ。逆にして、
じゃないとまたそっち焦げちゃうって言ってるやん。そっち焦げちゃうからそっちに塗って。うまそう、早く食べたい、早くバトンタッチしたい。1枚だけじゃ甘いので、シメル的な、デザート的な、うん、これうまいです、絶対高級のピザ。これ噛むと思う、うん、一番上の一番厚いチーズがハルムスのここに使うから。わかるわかるわかる、毎回けどするんだけど、噛むたびに。いい匂い、あれフリーズ、美味しいんだけどな。ご飯派の人やからな、朝食は。まあそれは好みやからね。食えるかな、厚切りにしすぎて。ほら、やっぱ先に均等に切るより、やっぱ細くしてもさ、クリスピーみたいになりそうで、うまそうじゃない。まあデザートやと思って、最初で最後の甘いんだもん。これお寿司になんないかな。ええ甘い、そっから行こうか、うちが食えんの。え、だって好きよ好きよ。お願い、もう無理。じゃあ俺は作ったりと、次のすけが残したシュガーバターから食べたいと思います。あー、でも冷めてもうまい。違うの、オムレツって言ったよ。言ってません。言いました。ちょっとなんかガシャガシャって言いました。ゆり卵みたいにって言ってたから、アスクランブルエッグね。ゆり卵という言葉を知りません。私はパンに乗せた時にさ、これだとボロボロ落ちちゃうからオムレツにしてって言ったのに。じゃあオムレツに作ってあげる。なんか焼き目つかないね。煮たしてないからさ。うん、ついからでいいよ。全然焼かせない。もう一回やって。待ってる間にお腹いっぱいになりそう。ちょ、1枚やっぱ2枚ずつ焼こうかな。プラス1だけど、1斤って真四角だから、これで2斤だと思う。うちらは4斤ですね。アナログよね、いつまで経っても。まるちゃん何が、そういうの野上のホームページのさ、 PDF さ貼ってあげればいいよ。確かに。早く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 、ゆーバターマヨネーズハムです。やわか。1枚目と全然違う。1枚目も冷めてたけどうまかったけど、うんま、卵巻き、イエー、うまふる、ふわっふわ。ちょっと2個多かったな、卵。やっぱ1週間スープしか飲んでへんから家がちっちゃくなっとる。もしかしたら飲みも食えんかもしれん。2人で2斤食ったら1斤です。2斤なんて普通よ。ペロリと食べたはったよ、1人で2斤。この組み合わせ大好き。ジャムバター、ガーリックトーストお願いします。味噌の漬け情報、2人が調子いい日は11時ぐらい、閉まるギリギリにピザハット注文して12時ぐらいに届いて。調子いい時は3枚じゃない。薄い生地の M1 枚と、耳になんか入ってるやつ1枚と、ふっくらパンプで1枚、3枚頼んで、パスタも明太子パスタ、カルボナーラ、ペペロンチーノ3つ頼みます。起きてそれ食べて2日で完食みたいな。味噌の漬けのモーニングこんな感じみたいな。だいたい12時間前に来るやつね。みんなお仕事もお金もない状態ですけれども、味噌の助もお仕事もお金も貯金もありませんが、一食分の食費がこれです。うわー、ホイップつけたかったな。昔は一斤ペロリやったのに。年だね。まああと動いてないもんね、一切。 YouTube の編集だけしかしてないので。ガーリックトーストラストいきまーす。みそのの大好物ナンバーワン、ガーリックトースト、ナンバーツー、ガーリックライス、ナンバースリー、ニンニクオイル焼きです。ナンバーワン、ニンニクでいいじゃん。ナンバースリーを締めてるから。ナンバースリーが一番素焼きなんだ。まあでもダイエット中だとしたらナンバーワンはオイル焼きだよね。いや、めっちゃいいよね。ナンバーワンは手づかずじゃん。寝起きなんで、もう一回半身浴したらいけると思うんやけど。じゃあラスト、ガーリックトーストいただきます。うんまうまやばー、これ大好き。1位この中で。よかったね。それ、食事食べる、食事だけ。リュウ大丈夫、ちょっと今バターやばい。一口だよ。そこの感動を味わってほしい。後で食べる、分かち合いたい。違う、本当に結構食ったもん俺。厚切りにしすぎだよ、文句ばっかり。こっちのセリフですけど、文句ばっかりは。うわ、めっちゃうまいのにな。皆さんぜひやってみて、うちこれ1位。おすすめするほどのものじゃないこれだ、ニンニク好きじゃない人からしたら。野上のパンでガーリックトーストやってみたわ、うまい。
野上の社長、いつもありがとうございます。そして野上の社長を紹介してくださったタムケンこと田村健二兄さん、本当にいつも感謝でございます。お二人とも今後とも末永くみそのすけをよろしくお願いいたします。田村健二の YouTube チャンネルにも Zoom でみそのすけ参加したことがあるので、そちらの方も残っておりますので。そして鈴木紗理奈さんとタムケンがやってる YouTube もめちゃくちゃ面白いです。よろしくお願いします。